どうも桜井徹です。フェイト、サムライレムナントの続きをやっていき、何どうした？今日はよく働いたな。よく働いたら腹が減ったな。うん、そうね。まあ、夕方になるまでは、ほつき歩いたわな。よいしょ。なあ、より。宣告から何をそんなに考え込んで。セイバー、貴殿、御徒町での一件をどう見る？そのことか。連中が突如京を発したわけもない。おそらく何らかの種によって思考を犯されていたのだろう。呪術か。となると術師がいることになるな。さてな。おう、ユイはどうだ？本拠を探る私たちの動きに感づいたというのはありえるぞ。うん。まあ、どうでもいいことだ。誰の企てであろうと、さしたる問題ではない。敵は斬る。私がそうする。確かに、小説の仕業という筋はあり得る。だが、このやり口はどうにも。ん？ん？敵襲か？噂をすればなんとやらだな。出るぞ。もののけか。もう片花に群がるミツバチがごとく攻防の魔力に魅せられたのだろうよ。しかし会議ごときに蹴取られようとは、いやーまっこと嘆かわしいの。それもこれもよりお前の修復が甘いからであって。説教なら後にしてくれ、じいさん。セイバー、やれるか？誰に向かって言っている？さあやるぞ、より。手間取るなよ。結構あれやな、戦闘が続くな。いつでも良いぞ、よい。よいしょ。じゃあ、ちょっと待って。よいしょ。なんかすごいの使おう。白波使いましょうか。すぐに行く。強っ。えぐ。なんかすごいの出てきたな。以前の怪異とは死の方にまるで違う。まずそう。交代。あ、そうだ、セイバーも使えるんやったな。なんかもうよくわかりません。めっちゃ強いのはわかるな。さあどうしようか。何これ、何これ。おお、びっくりした。終わり？いや違うな、まだありそう。この時は近づかん方がええか。よし、今だ。で、これかな。オッケー。うん、いいね。戦闘にも慣れてきたぞ。もののけの類、残らず払えたか。うん、もう気配はない。しかしこの先が思いやられるな。何がだ？おや、君は気づかなかったか？連中は終始君を狙っていたんだ。妖物魔物は実に正直だ。君の弱さは見抜かれやすい。この先もなんやかやと狙われるぞ。何を言うかと思えば、確かに俺の剣はセイバーに劣るだろうとも。だが
奴らは弱者を優先してはいないぞ。現に他の家には傷一つない。おや、そこに気づいていたか。その通り、敵が牙を剥いたのは私と君、江戸の民には目もくれない。実に自然ならざる行いだった。となると連中を率いて操る者がいるか。マスターやサーバントをおのずと狙う性質を持つ式神のごとき者とも考えられるの。そうだとすると、これから先この長屋は幾度となく襲われるじゃろうな。さっきの襲撃を考えても、わしらの本拠地は割れておる。加えて貝が寄ってくる。めっちゃ不利やん。攻防を万全に整えよ。さっきのような半端なやり方はもはや許されぬ。手を抜いたつもりもないんだが。お前一人であればそうだろう。なればこそ大地を伝う霊脈を利用せよ。高尾が言っていたな。この辺りも霊地だと。いかにも。浅草は大きな霊地の一つ。うまくやれば莫大な魔力を得られよう。それで攻防を強化するか。道理ではある。だがどうやって。俺には火遁の術式がせいぜいだ。普段からわしの教えを受けんから、こいつは。はあ、何、任せておけ。わしが手取り足取り教えてやる。半人前をギリギリ一人前にしてくれるわ。手取り足取り。ないやんけって。でも足もないようだもん。たとえじゃたとえ、まったく冗談の通じぬやつよ。まずは霊地から魔力を組み上げられるよう用意を整えねばならん。それから。ああ、わかったわかった。そのあたりは後で聞くとも。攻防の強化か。やらねば夕下は出てこなさそうだな。心得ているようで何より。ぜひ手を貸してもらおう。働かざる者食うべからずというやつか。ならば働かざるを得ないな。働かざる者、なんだそれは。も当世の琴の葉ではなかったか。そうかそうか。うん、ここら辺で分かる人は分かるんかな。では攻防を強化するぞ。はいはい。どうしたらいい？攻防では金や素材を消費して特別なスキルを獲得できます。獲得したスキルは戦闘や街の探索など様々な場面で効果を発揮します。必要素材ゼロやん。あ、じゃあもうこれはできるんや。霊脈接続。やっとぜ。霊脈接続完了。うん。共鳴る魂。絶対違う。なんやろな。伴る魂かな。あ、無理やな。お金はあるやつもあるけど、素材が足りんわ。これでよい。では早速、わしを開いてみよう。さあ、より霊脈に接続するのじゃ。接続。おお。これは。じいさん、何が起こった。わしを通じ霊脈とつながったのよ。これで魔力を汲み取れるようになった。言ったじゃろう、浅草は霊地の一つじゃと。霊地から汲み上げた莫大な魔力、仮に霊地力とでも呼ぶことにしようかの。ふむ、霊地力とな。魔力と区別する必要はあるからな。俺としては分かりやすくていい。ひとたび霊地に働きかければ眠っていた霊脈の流れが見えるようになるぞ。浅草のみならず周辺の小霊地の所在が分かり掌握できるようになったはずじゃ。小霊地を抑えて霊地力を増やしていけば
先ほどのような怪異謎に苦戦することもない。確かに霊脈とつながってから魔力の流れを強く感じる。思えばライダーやランサーも妙に濃い魔力を帯びていたような。何らかの手で霊地の魔力を得ていたのか。霊脈とのつながり、そして霊知力の確保、避けては通れまいな。ひとまずこれで良いのでは。まああとはおいおいか。こたびの強化はここまでとしておこう。助かったよ、ありがとうじいさん。夕げにするにはまだ早い。今のうちにできることをしておくか。当然だが戦いは終わっていない。しっかり備えておけよ。ああ、この木に刀を手入れしておく。刀の手入れもあるんか。何何、お刀手入れ。丹念に手入れしよう。打ち子、あ、読めないな。消費して庵の刀を手入れできる。おー、あ、経験値が上がるのはいいね。うーん、打ち子するか。はい、むず。オッケー。大仕上がりだ。おお、やるではないか。 1.1 倍。うーん、まあないよりはマシか。やるな、より。悪くない手並みだったぞ。もうそろそろいいだろう。さあより、特夕げにするぞ。なんじゃそのはしゃぎようは。米とお身をつけよな。痛く気に入ったようだ。そんなことはなくもないぞ。分かった分かった。じゃあご飯にしましょう。さあ夕げにするぞ。お、また絆が増えたか。いいね。さて、伊織、今日はどうするつもりだ。まずは水道橋の武家屋敷に向かう。お、そうだそうだ。助之進が言っていただろう。由衣小説の私塾の門弟が一人奉公していると。ふむ、門弟から私塾の場所を聞き出すか。悪くはない悪くはないが。どうした。御徒町の一件が引っかかる。あれがもし由衣の仕業なのだとすれば、由衣が幕府を通じて連中を動かし私たちを襲わせたとは考えられないか。なるほど。我が慶眼に同目したな、より。では事の葉を尽くして褒めるがいい。許すぞ。セイバー、幕府が何かが分かるのだな。てっきり知らないものと。より、君、さては私をバカにしているな。幕府など当然知っている。あれだ、東大の朝廷の別名なのだろう。いや違う。惜しいといえば惜しいが違う。幕府とは武家の統領である将軍が朝廷から託された祭りごとを執り行うため開いたものだ。何？はあ、朝廷が祭りごとを。そういうこともあるのか。だが紅玉に聞いた時は確かに。じいさん、適当にも程があるだろう。しかし小説と幕府か。それについてはありえぬ話ではない。奴は幕府に身を置くものだ。小説が幕府重心に義の存在を伝え幕府を動かしているとしても妙ではない。
そうだろう。その場合でも無論幕府の一部のはずだ。幕府すべてが敵となれば、江戸に居所などなく、四半時もせずに俺は捕らえられ、切腹なしの打ち首になる。そういうものか。ああ、幕府の一部が小説の配下か。あり得る話だ。確かにそうだが、いや、ん、何が引っかかるのだ。いや、確たる何かはないのだが、己が手を汚さず人を陥れるやり口、いささか奴には似合わない、そう思えるだけだ。なるほど、それが君の。ん？いや、いい。君が何を考え、どう戦おうと君の勝手だ。だが、あまり私の足を引っ張らないでほしいものだ。ああ。それでより、江戸の中で特に幕府の要はどこだ？用地ならば数あるが、そうだな、上野あたりはどうだ？上野。江戸にとっての鬼門にあたり、邪や魔を払うべく寛永寺が建てられている。用地、特に霊的なそれとしては相当の格だろう。確か浅草より少し西の一帯だったな。では今日はそこにも行こう。待て、話が見えない。なぜ上野にまで足を運ぶ？出方を見たい。仮に幕府がすでに敵であるならば、用地に出向く我らをむざむざ放ってはおくまい。上野行きは挑発、あるいは石膏と移るはず、ということか。いささか強引な論法だが、筋は通る。では上野へも足を向けてみるか。さて、そうと決まれば。待て、セイバー。なんだ、まだ何かあるのか。幕府の一部が小説に力を貸していたとして、貴殿は彼らを手にかけるのか？当たり前だ。御徒町で言ったはずだ。市政の者をいたずらに殺めるなと。それは人の道に反する行いだ。どうにもならん状況はある。その時は咎めない。だが留意はしてもらいたい。頼む。いおりは難しいな。嫌だとここで言えば、レイジを使うのだろう。やれやれだ、セイバ。わかったわかった。幕府連中に相対しても命は奪わん。だからレイジはもっと前向きに使え。なるべくそうするよ。うん、いいやつやな。水道橋。はいはい。はたまた上野、いずれに足を向けるべきか。気をつけよ、いおり。水道橋の方角よりただならぬ気配が寄ってくる。ほう。ゆうべの怪異と同類か。似た魔力を感じるが。真っ昼間からもののけか。手早く打ち払わねば町に害が及ぶ。待て待て、昨夜の苦戦を忘れたか。霊脈に接続して対処せよ。おお、霊脈云々があったな。ここで試すか。はあ、はあ、君はあれだな、まじないを本文にするのはやめた方がいいな。かもしれん。霊脈につなぐとしよう。うん、X押して。おうおうおお、つながったつながった。で、しかし霊地、霊脈をかように用いるとは、当世の術は面白いな。そういうものか。さて、あとは周辺の小霊地を抑えて。敵の気配があるぞ。上野とやらの方角か。もし幕府のものなら挑発にもってこいだ。一気に蹴散らしてやろう。相手がただ人であれ、油断はするでないぞ。霊地の魔力、霊地力を活用せよ。じゃあこうやって小霊地を取らなきゃあかんのな。
さあより霊脈に接続するのじゃ。なるほど。昇霊地の魔力が流れ込んでくる。うん、そうして霊地の力を蓄えるのじゃ。次の昇霊地にも遠く向かうがよいぞ。霊地には霊視力が秘められています。霊視力を獲得するとイオリの MAT マットデンかなが上がります。マットが上がると下位サーバントの HP や強敵の外角ゲージにより多くのダメージを与えられるようになります。なるほど。霊地争奪できる時間には限りがあります。画面の右下で制限時間を確認できます。現在の時間が制限時間を超えたとき、目的を達成していないと敗北となります。残り時間に注意しながら目的達成を目指しましょう。なるほど。なんか今日頭使うな。じゃあ、上野に寄りつつぐーっとこいつ倒してここに向かったらええんちゃうかな。こ右側だとまあうん、上野にも寄りつつでええんちゃう。あ、なるほど、みんなも動くのね。よし。霊地争奪での戦闘。敵と同じ霊地に入ると戦闘が始まります。すべての敵を倒すと勝利し、そこが未掌握の霊地であれば掌握できます。中には制限時間がある戦闘もある。時間内にすべての敵を倒すと報酬が多くなります。おーい。行くぞ、より。水の塊。よいしょ。よいしょ。死の方。押し切る。ねえ、水。鋭き水の流れのごとく。おお、頑張ります。よいしょ。オッケー。いいね。この勝利、貴殿あってこそだ。ようやったの、より。連中尻尾を巻いて逃げおったわい。ほいほい。これだけの魔力があるのだ。あの程度の相手に負けるものか。まあそうだな。セイバーの言う通りだろう。先に進むぞ。つまずいているいともはない。大きい霊地を取りつつ行った方がいいな。ユリ、道を間違えておるのか。そうなの。こっちがいいってこと。まだ敵はいるぞ。あれは放っておいてよいのか。そうよそうよ。そうじゃな。幸いまだ距離がある。あちらに戻ってはここまで来た意味がないぞ。あ、そういうこと。霊地からのつながりを断たれる前に素早く目的を果たせばよいのじゃ。なるほど。敵が霊地を抑えるのにもそれなりの時はかかるか。わかった。ならば早々に済ませよう。オッケー。とりあえず上野は抑えれそうやな。お、忍ばず池ちゃん。あれ、上野か。今までと比べ空気が澄んでいるような。霊的な用地というのもうなずける。では早速人暴れと行くか、より。待て待て、昼日中に騒ぎを起こすのは悪手だ。セイバーがここにいるだけで十分な挑発になろう。ふん、まあサーバントは魔力の塊だからな。では目抜き通りを練り歩くとする。ついてこい、より。
待てセイバ、一人で動くんじゃない。早いな。また迷子になりそうだ。見失わないようにせねば。よりこっちだ。じゃあなんかセイバーがテンション上がってるみたいなんで、ここで一旦区切りたいと思います。次回は上野を探索したいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。